はい、皆さんこんにちは。またね、今年もカスタムコンテストの審査の日がやってきました。年々いろんな方が、エントリーしてくれて、今年もね、91兆かな、2008年の初回の時も53兆だから、初回からね、数を皆さんエントリーがあったんだ。で、今年がね、まあなぜ、100近いんで、やっぱあの編集部の方から回ってきて、初めね、ざっと見ようと思ったのと、見てるうちにね、いや結構面白いんでね、エアガンあり、それから、スクラッチビルドあり、それから、モデルガンあり、でそれもね、なんていうかな、今までだとエアガンにいろんなカスタムパーツをつけて盛りだくさんにして、それでやるっていうエアガンが多かったんだけど、今回はね、まあメーカーでもやんないような、綺麗なものとかね、まああの横も縦も奥行きも、それこそ立体的にいろんなね、バリエーションが増えてきて、非常に、面白いものでね、実はね、審査の過程で見てる段階で結構時間食っちゃいました。まあそんなことでね、非常に、面白い内容になってますんで、これからまあここに一つずつ見て、細かくね、まあ批評っていうか、意見を感じたことをね、意見を述べさせてもらうと思います。よろしく。グロックの34、グロックはもともとは壊れないシンプルで、格安の銃として実物が普及したんだけども、その何でもそうなんだけどね、実用性の高いものが普及すると、今度はね、個人的な好みが入って、あそこ削りたい、これくっつけたいね、あそこをなんとかしたい。でグロックももともとは実用ピストルだったのが、今やね、マッチガンになりつつある。グロックのグリップってね、水鉄砲のグリップだってあだ名ついてるんだけど、それをね、ステッピングやったりエッチングやったりして、で34のカスタム、46番のはね、ドクロマークの煙突がね、そのやったんだけどね、エッチングっていうのはね、プラだからハンダコテみたいにヒーターで一つずつポチ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 ドットを焼いていくか、さもなきゃ小さい2ミリぐらいのね、丸い刃のついたリューターで削っていくか、どっちかの方法。ところがその本物はグラスナイロンだから温度が高くて硬いんですが、エアガンの場合はね、 ABS が多いんで、ハンダコテでやっていくとね、途中で熱変形してくる。でそのためにこれはね、リューターの丸い小さい刃でね、一つずつポチ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 入れてる。でね、ドクロの、横顔が入ってるんだけど、ドクロの横顔も結構デザインもいいしね。でこの人あの2丁作ってる。で2丁作ってるんだけど、一つはね、おそらく最初やって、それから疲れたんだろうね。ちょっと煙突がね、アンバランスだったのが、この横顔の方はね、実に綺麗に入ってる。私はね、若い頃そのリューターとかね、それからタガネを使って、あのグリップのところのマークを彫ったりね、そう50年ぐらい前は MEC で、あの実物のグリップを見ながら、あのブローニングの1910のグリップをね、ベイクライトから削り出すことがあったんだけど、で最近はね、GM7 のカスタムでね、フレームにエンブス入れたり、してるんで、結構これね、忍耐力がね必要で大変な、途中でだれてくるとね、絶対ねパターンのズレが出る。これね綺麗ですよ。でね、グリップのね削り取りとかね、センスいいわ。これはだからね、エアガンで性能は別に、普通のもの、丸井さんのものだから、まあそれでね、いいんだけども、そのこのカスタムがね、結構センスよくて出来いいね。感心しました。電動ガンは、その
なんていうかな、外側はいろいろ形が違うけども、中身はやっぱりこれはね、メーカーサイドで作ったメーカーボックスじゃないとうまく動かないんで、基本的には中はあまり触らない。で外側に、いろんなカスタムパーツがあるから、それをつけたりスクラッチビルドをしたりして作るのが多い。ところがね、今回とんでもない電動ガンが一つあった。あのね、世界最速ハイサイクルカスタム、秒間 139.2 最高値が出てるんですけども、これ1分間にするとね7000回転超えるんですよ。ということは普通のエンジン、普通のエンジンでレッドゾーンに近いぐらいの、ね、回転数、ね、エンジンでもね7000回転以上ってのは相当ね、よく回るエンジンじゃないと大変なんだけど、それと同じぐらいの速さで BB 弾の弾が出る。すごいことですよ。メカボックスを単に回転上げればいいのかっていうと、回転上げると壊れちゃう。でそれを壊れないようにしても、今度はメカボックスが動いてもマガジンからの BB 弾が追いつかないと弾が噛んで壊れちゃうね。あのね、ガスブロバックとかモデルガンは具合が調子が悪いとね、トラブルが起こるとそこで止まっちゃう。電動ガンっていうのはモータードライブ、いわゆるね、ということはで強力なモーターでしょ。弾が噛んでもピストンが引っかかっても動いちゃう、自分で壊れちゃう。それほど電動ガンのハイサイクルカーって怖いんですよ。それをね、まあスポーツカーのエンジンぐらいまでね上げたって、これはね今回の電動ガンの中でのまあ、ピカイチの秀作だと。で当然外側もねセンスいいね。うん、コルトのバイパー、バイパーっていうのはそのトルーパーとかパイソンから始まった、ニュージェネレーションのね、そのコルトのダブルアクションの、最新型をベースにした、ものの、派生モデルで、なんていうかな、そのパイソンとトルーパーとそれから、過去に20年ぐらい前だったかな、その丈夫なパイソンのフレームに非常に性能のいい SW のバレルをコンバートするっていう、スワップモデルがあったんです。それを結局コルトは製品化したシリーズの、比較的新しいものがバイパーで、それを、実際にね、本物はそうやってそのまあいわゆるいいとこ取りの派生モデルなんですけど、それと同じやり方で、トイガン作ってるんです。で、ベースはまあ今のところね、MEC がなくなってから、現在、エアガンの時代になってからやっぱりね一番、出来が良くってメカが安定してるっていうのは、まあ、田中さんの、ね、ダブルアクションリボルバーシリーズ、その中の、それをベースにしてね、それで、バレルなんかを組み合わせて作ってる。でそのコンバートするっていうと、カスタムショップでも大変なんですけどね、接合部分っていうのはアップで見るとね結構難しいんです。特にそのねプライベートサイトで作る時っていうのはアップで見るとね接着剤がちょっとついてたりね、それから仕上げ部分のエッジがずれたりするんだけどね、このバイパーまあね、実にねアップで見てもあら探したんだけどね、綺麗にできたんだこれ下手すとカスタムショップより綺麗なんじゃないので、当然エアガンだから、エアガンのリボルバーとしての機能も当然あると。いやーこれはね、そのものを作る人間から見てねすごいプロいらないんじゃないか大変な出来です。やってまちく、これはねそう
30年くらい前ですよ、あのサブマシンでね、あったので、なんか覚えてる人が少ないと思うけれども、あの普通のね、オープンボルトのサブマシンなんですけど、銃がこうね、ねじれてるんですよ。重心まっすぐにするとボルトが少し斜めに上がる。だからあの変な格好してる。なんでかっていうと、結局フルオートで撃った時のリコイルのマズルジャンプを避けるために、重心に対してボルトが斜めに上がってね、ボルトの動きの反作用を利用して、マズルジャンプを抑えようというね、変わった銃だ。で、昔ウエストアームさんがこれ、あのね、バッテリーと、BB 弾をマガジンに入れる電動ガンがあったんだけど、あれはもうかなり以前のやつだから、今も持ってる人も少ないと。で、ところがそのボディを利用して今の電動ガンになる丸井さんのミニ電動、あのちっちゃいやつね、あのメカボックスをヤテマチックの細い機関部の上にうまく組み立てる。ところがミニ電動ってこれね、このメカボックスフルオートオンリーと、サブマシンで撃つのはいいけども、やっぱりセミも欲しいと。ところがこのメカボックスはセミにならない。で、どうしたかっていうと、ここのね、説明を読んでみると、これね、ソナースイッチって知ってます？あのね、音を捕まえてそれで電源をオンオフする。つまり私が50年前に作ったソナーの弾着の映画の弾着のシンクロ装置、あれもそうだし、そういうふうにね、音で電源をオンオフする、ちっちゃい回路があるんですよ。それをね、ヤテマチックの中に入れて、で打つと、打ったポーンって音でスイッチ切っちゃうと。ソナースイッチってのは音でスイッチをオンすることもできるし、オフすることも選択できる。で、オフすることによってフルオートの音で一発で止める。これね、私ね、53年間この業界でトイガンやってるけど、まだね、フルオートのメカにソナースイッチを入れてセミオートにしたっていう前例がない。私もね、その若い時に、メカトロ、つまり機械と、電子の融合装置っていうのが好きで、その専門の勉強も過去に何回やって、金型の自動制御とかやったんだけども、そのね、そういうね、メカトロニクスって私好きなの。もうそれ、これ見てね、気に入ったね。でね、なんせ今までは誰もやってなかった、ヤティ自体と、それから中にメカボックス入れたこと自体はそんなにね、新鮮さはないけども、ごめんね、新鮮さはないけれども、このソナースイッチでセミオートガス、これはね、拍手ですよ。業界初めて、素晴らしい、真似したい。MP412 ってこれね、ちょっと記憶なかったんですが、ロシア製のリボルバー、つまりソビエトが、崩壊して、重ロシアになってからね、当時、共産圏で銃を作ってたいろんな周辺国やね、ロシアの国内の会社が割と近代的な銃をね、結構作り始めた。で、作り始めたんだけども、このね、今の近代ロシアになってからの銃ってね、変なのが多いのよ。あのね、急速に西の風が入ってきた。ところが家の中は旧共産時代、そうするとね、銃器も中のメカニズムは、共産圏時代の銃なんだけども、外側がポリマーグリップがついたりね、グリップがチェッカーじゃなしに、あのエンボスパターンになったり、レールがついたりっていう、そういうね、その新しい風と、で、昔の土とかこう、混ざりきらないね、マッドスタイルの銃が多い。その中の一つなんだね、これはね。でね、なんでそんな話したかっていうと、グリップがエンボスで、バレルがヘビーウェイトのリブドバレルでね、
あのちょっとね、一見未消化の近代銃弾、一番おかしいのはね、ヒンジドフレーム、わかるかな。ヒンジドフレームってことは中折れ式、カッポンってやる。あれはね、もうあの昔死んじゃった19世紀のメカニズムね。今中折れ式なんてのはね、作ってるとかおそらくないと思う。でそれがね、円物のプラスチックのグリップでね、でヘビーウェイトのリブトバレルで、まあね、不思議な銃弾、それをねこの人作った。中身がね、これがなんと丸いのエアガン、パイソン。パイソンはスイングアウトね、でスイングアウトの中身をヒンジとフレームにするっていうのは、真ん中からカポッと関節をつけて折ればいいってもんじゃない。根元が丈夫じゃないと、無理して曲げるとパカッと折れる。それからもう一つ、ガスガンなんだから、あのシリンダーの中に薬莢が入ってて、ハンマーのところにバルブがあって、グリップの中にガスタンクが、この3つがね、きちっとそのバランスが取れて整合してないとガスガンとして動かない。でましてこれはあのシングルアクションとダブルアクションとツーウェイメカが入って、リブルバーで、ガスのリブルバーで一番その凝った中身、それをねフレーム作っちゃった。でね、その画像を見ると真っ白をね、制作過程でレジンフレームで、 3D プリンターでもやっぱり 3D のデータがなきゃいけない。そのデータをどうするかっていうと、そのベースになる銃をのフレームをばらして、でそこからあのスキャンしてデータ、各ポジションのデータを取る。でそのデータを 3D のデータにして、それをここでカスタムがするわけだから、 3D の CAD を使ってそこで外側アレンジする。でアレンジして、そのデータを 3D プリンターに入れてフレームを作る。これね、メーカーの試作工程と同じことをやる。結構大変なの。でこれね、動画見るとちゃんと動いてるのよ。パンパンパンと動いてね、ガタッとあのガタッと折って、薬莢を入れて、でパタッと閉じて、カンカンカンって動いてる。大変なもんですよ。まあ数ある中ですごいのがあった。43番ねえ、グレネードランチャーなんだけど、並外れてる。これ、軍用車の後ろとかね、軽車両の後ろに、ロケットランチャーをね、積んでて、そこから細かいミサイルロケットをブチ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 って出すでしょ。あれのちっこいです。9個穴開いてて、そこに、それぞれみんなエアガンになる。40ミリのモスカットって、俺ね、グレネードみたいなやつ、いやレンコンみたいな穴開いてて、あそこにビビで開いてガス入れてバシャッ、あれがね9個入る。でそれがね電子コントロールで動く。でね、でかくてね、かっこいいんだこれが。真っ黒でね、でサイトがついてて、横にねモニター画面がこうパカッと開いてね、そこねパネルタッチでコントロールするとね、そのサイクルなりね、発射条件が、全部ねその打ち込める。こんなのあれだね、見たことない。エアガンコンテストというよりも製品でももちろんないよね。電動のミニバルカンがあったけどね、あんなもんじゃないっつったらクラフトアップルで怒られるけど、とにかくねはるかに飛び越えてる。かっこいい。でね、動画がある。動画でねバコ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 っと出てるんですよ。で結構これ作った人ね、その映像的にもね、相当好きものだと思う。めちゃくちゃでかいよ。全長1メーター50センチ。
本体重量 36.5kg だ。子供だよ、子供一人担いでるようなもんよ。それでバラバラバラーっとやるんだね。すごいよこれ。まあ私はもともと映画からこの世界に入ったけど、映画、アクション映画やアクションテレビをね、制作者このページ見たらね、これ主人公にしてね、映画作ろうって絶対言い出すと思う。今回のエントリーの中でね、ズバ抜けてすごい参った。はい、今回はね、2016年カスタムガンコンテスト。まあ年々ね、少しずつエントリーの数が増えてきて、内容もグレードアップして、とんでもない凝ったもの、素晴らしい綺麗なもの、それから、今までなかったようなニューメカニズムへの挑戦とかね、出てきて、本当にね、年々グレードアップしてる。来年は、もうちょっと、面白いものがなるのかなと思うんだけれども、その審査委員長としてはちょっと素晴らしいと思う、感心するけどもちょっと不満もあった。何かっていうと、カスタム映画としてライブカートの、別の意味での面白さのものが出てこないかなと。ね、出てこないかなったら、これはメーカーの人間が作るんじゃなく、やっぱりね、マニア、ユーザーの夢からニューメカニズム、ニューモデルっていうのはできてくるから。で、夢っていうのはメーカーは聞かなきゃいけないんだけども、ユーザーサイトでも作ってそれを見せて、メーカーの人間にどうだって刺激を与える。これもね、カスタムコンテストのね、面白さ。そういう点ではね、やっぱりそのある意味ゲーム用ではないけれども、ライブカートの面白さで、これをね、ただ薬莢が出るだけだったら、ボルトアクションとかあるんだけど、ベルト級だ。あのね、今まで、私はモデルガンのブローバックのコンテストとかね、もうやってるからあれだ、ベルト、ベルト球団も出てきたんだけど、キャップ火薬一つで動かすっていうのはなかなか限界があるんですよ。ベルトってのは遅延ガンって言われて、遅延みたいにつながってくるから、バタバタすると引っ張られてうまく動かない。ところがね、電動だったら動く。その辺で次は誰かね、ベルト球団の電動ガン作りませんか。作ってほしいな。それからもう一つ、そのね、今回ちょっとね、エントリー数が多かった割にはモデルガンが非常に少なかった。ハイパードーラックの、カスタムガンコンテストはそのオールカテゴリーなんで、やっぱりね、モデルガンももうちょっと出てほしいな。うん、であとさっきのね、あれですよ、グレネード、バケモンのグレネード、バケモンってごめんね、びっくりしたグレネードね、あのランチャーみたいに、そのね、みんなが腰を抜かすような、これはもうカテゴリーレースで、モデルガンでもいい、ガスガンでもいい、電動ガンでも何でもいい、腰を抜かすような、また来年も出てきてほしいな。うん、そうするとまたね、審査する側も非常に楽しみにしていられるんで、来年は一つまた次のね、次のビッグモデルが出てくることを期待します。2017年待ってます。